you for a lifetime underneath the moonlight. Cause I don't want us to go. No, I don't want us to go. Yeah, you could be my lifeline, you could be my sunshine. In a world so full of pain, can you make it go away? では、隣のサイトはどんなの？15サイト目の方は、沼キャンプさんご夫妻です。よろしくお願いします。お願いします。沼キャンプさんはキャンプ歴何年なんですか？キャンプ歴は2年くらい。あ、そうなんですか。はい、ずっとこのキャンプで最初友人と始めて、そこからそうですね、2人で行ってって感じですね。そうなんですか。はい、いえ、そうでもなくてですね。あ、そうなんですか。36になったんですね。37の代ですね。あ、そうなんですね。はい、でも若いです、ね、自分のコースだよ。ありがとうございます。はい、ではちょっとすごい気になるところがいっぱいあるので早速見させていただこうと思います。はい、これでお願いします。いきなり目を引かれたんがこの焚き火周りなんですけど、これあれですよね、三蔵工務店さんの。はい、そうです。どうだ。こちらは抽選かなんかで？あ、ですね、はい、以前朝霧であった、はい、キャンプでフリーマーケットっていうイベントがあったんですけど、はい、そこで買えました。普通に買えたんですか？普通に買いました。はい、いやもう巷では抽選販売ばっかりなんで。そうですよね、そうですよ ね。なので僕も結構びっくりしちゃって、はい、まさか売ってんのみたいな。まさか買えるとは思ってなかったので。そうですよね。いやすごい。でちょっとサメとトカイモリ、ヤモリ、ヤモリ、はい、ヤモリがいてるんですよ。これも初めて見てめっちゃ可愛いんで、これはここだけで売ってるんですか？そうです、単体で売ってます。サメとウミガモリ、はい、他に種類は？他にも、あと2種類ぐらいあります、ね、生き物が。はい、いやそういう遊び心も入れつつ楽しめる焚き火台。はい。いやすごい、初めて見た、使った感じ。火つけると柄が出てくるので、あすごく綺麗ですね、ルーズカは。そうですね、この隙間から、はい、で、ね、燃焼効率もいいので、うん、見ての通りめちゃくちゃ燃えてる。あ、そうですよね。はい、灰になるまで、そうですね、燃える感じで。おすごい。でちょっと横にこの、はい、看板、こちらはもうご自分でデザインは、はい、山の優さんというブランド。あ、山の優さん、はい、これ作ってはるところですか？そうです、そうです。そうですよね。で、はい、なんかオーダーすれば、はい、この名前を入れてくれるんですか？入れてくれてっていう感じで、まあ、看板を作ってます。すごい、はい、この山の優つらなり。すごいですね。こんな感じで焚き火もある、はい、で、こちらの椅子、三脚になってるんですかね。そうですね。椅子がめっちゃ可愛くないですか？アトムデザイン、はい、アトムデザインの椅子ですか？にグラインドロッチで生釣りをしてもらった感じですね。めっちゃ可愛いな。可愛い、初めて見たウサギ。ウサギのやつ、これは私も釣りたいと思う、さすがに。なんか目ん玉とか、あの、まあそれですよね、パンツに。あ、そうそう、こういうのもしか見たことないんで、これやったら私すりたい。行った時がね、偶然ね、人が全然いなくて。マジっすか。なんでですか。全員釣れますみたいな感じで。そうですか。ラッキーと思って、その時初めて釣ったんですけど。あ、そうで、その時にめっちゃ落としてんだと。なんか運いいですね。三蔵工務店買ってそうです。なんか運が、運がありますよね。レア商品で出会える運。もうお金も大変だ、それ。そう、運もいいんですけど、うん、もうお財布が辛くて飛んでいきますよね。飛んでいきます。本当に。じゃあ次、まだまだあるんで。はい、じゃあ続いてランタン系がすごい珍しいのが結構あって、
こちらはあの岩田電機さんのクラッシュアイスですね、はい、そうです。こちらはもう普通に買ったんですか？抽選だったんですけど、はいはい、初めてやったら当たって、おおすごい運ありますよね結構あんま当たらないって聞いてたんですけど、一発目で当たっちゃったので、はい、ありがたくゲットして。すごい。しかもあのボンボネロもこちらも抽選じゃないですか。が、はい、あ、いつだ、一昨日ゲットしたばっ、一昨日ぐらいですかね、はい。ゲットしたばかりで、うん、イベントに行ったら、はい、あのまあ、ボンボンさんがいらっしゃってて、はい、で抽選で当たったんですけど、通常って多分倍率すごい高いと思うんですけど。うんうんうん、その時はほぼ2分の1、2人に1人ぐらい多分当たってたと思います。っていうぐらい人が結構少なくて、それが家の近所でイベントがあって、偶然。そうなんですか、はい、そこで初めて当たって手に入れました。すごい。ボンボさん、ボンボさんの中のブラインドロッジの腹巻き、そうですね、ソックス、ゴールゼロソックスですかね。ゴールゼロソックス、めっちゃ可愛い革のやつですね、はい、あのアクアレザーさんっていうブランドさん、まあ、これも完全にガレージブランドさん、あ、そうなんですけど、そこが作ってくださってるやつですね、はい、これも普通に買ったんですか？これも、キャンプのイベントがあった時に、はい、その時に結構イベント行か、イベント行ってますね、ちょいちょい参加されてますね、はい、ちょいちょい参加してます、すごい、はい、でそこで買わせていただきました。なるほど。でその隣がね、これ初めて見ました。これが、静岡の、はい、静岡の、はい、ハブファンガレージ、ハブファンガレージさんっていうお店が出してらっしゃる、はい、ワンファンっていう、はい、まあ、シェードですね、はい、オリジナルシェードみたいなショップさんの、そうですね、本当にいろんな種類があって、あ、そうですか、柄、色が、柄もそうですし、うん、色もそうですし、何色なんだろうっていうぐらいあって、うん、その中でその自分がいいなって思ったやつを、はい、買わせてもらった感じですね。なるほど、すごい、ね、じゃあ、あと、はい、そこにソルオルあるんでこちらミニの方ですか？これはい、ミニです。あ、これはもう完全に抽選販売ですよね。それも外枠だっけっていうあのイベントがあったんですよ。外枠、はいはい、が東京だったんですけど、その時行ったら、うん、ソルオルさんいらっしゃってて、うん、ソルオルさんいらっしゃってて、そこで買わせてもらった感じです。あ、じゃあもう普通に買えたんですか？はい、ミニは買えました。あの他の、うん、なんだろうな、大きいやつ、通常のやつとかは、はい、売り切れちゃってたんですけど、ミニの方は買えた感じです。じゃあ先着で買えた感じですか？先着でしたね。すごい、すごいですね。インスタをずっと見てたんで、その情報を得て、はい、よし行こうって。なるほど、はい、でこれ見た、この中のデバイスでしょ中のシール、そうです、あれもしかしてと思って今見たらデバイスのシール貼ってる。おしゃれキャンパーさんはデバイスのステッカーも。あ、なるほど、ちょっとはみ出てるとこから見えてるのがまたかっこいいよな いやすごい。あと私気になったのがこのマット、マット、ここにも引いてる、はいはい、一緒じゃないんですか？同じは同じです。セッションっていう、へえ、まあまあ詳しくわかんないんですけど、はい、最近なんかいろいろとこういうレザーのやつ出してて、はい、これは、うん、あのさっきシェードのハブファンガレージ、これもハブファンなんですね。あ、そうなんですか。多分これにあのブランドの名前あるんですけど、あ、本当や、書いてる書いてる、はい、そうそうそう、ラックみたいな、多分コラボしてセッションを、はい、一緒に出してて、いや、このサイズの、そうですそうです、あ、なるほど、偶然変えた、偶然、はい、偶然変えたすごい、なるほど。いや、これもすごいジャストフィットしてるけど、これセットですか？いや、別売りのマウントスミの、はい、あのカシャンってなるやつですか？そうです、パーフェクトグリルミニ、あ、はいはいはい、です。すごいな、なんでここで焼き鳥焼く感じですね。あ、めっちゃちょうどいいじゃないですか。そうなんです、めちゃくちゃちょうどよくて、すごいね。あと私これ持ってるんですよ、ベデカベデカのコーヒードリッパーの、かわいいですよね。ね、かわいいですよね。それに折り紙を
入れてるところがまあセンスいいですわ、はい、どれから紹介しますか、テーブル、まず私初めて見たメーカーさんなんですけど、何でしたっけ、トントン工房さん、トントン工房さんで、おっしゃる個人の方が、あ、個人の多分普通に副業とかだと思うんですよね。でやってらっしゃる、趣味の領域でやってらっしゃるやつです。これロールトップテーブルと思ったらあれですね、全部打ち付けてますね。そうです。で、ビスもちゃんと真鍮ですか。真鍮で、はい、あ、角度も合わせられてるんですよ。ほんまや、すごい。ネジのね、全部一緒の向き向いてる。すごい手が込んでる感じで、一目惚れして買っちゃったんですね。買っちゃいました。いやでもこれはかっこいい。でそのちっちゃいのも一緒の。そうです、トントンさん一緒に買ったんですか。別で、別です。もう別で買いました。じゃあもうこれはもうトントン沼でよろしい。そうですね。はい。いやでもかっこいいな。真鍮がやっぱりいい味出してるというかね。え、これ寄せ木っぽくなってるけど売ってるんですか。寄せ木、寄せ木なのかな。なんか寄せ木っぽくないですか。なんか銘柄。そうですね。そうですね。ね、そっち側柄が。そうですよね。サイド。わ、こだわってる。いやかっこいい。ね、でも椅子どう紹介したらいいのか。チェアがもういかついことになってるんですよ。この肘掛けと、はい、こちらのサイドテーブルがデバイスワークスのコラボのやつですね。コラボ、あ、コラボなんですね。肘も、はい、ゴールドマウンテンさんの肘ラックが、はい、こう、デバイスワークスさんとコラボして肘割る、肘割る、肘割る。で、こっちがインアバンスでしたのワンステーブルに、デバイスさんそうなんですか。もうじゃあコラボレーション工事が、そうですね、そうです。ゴールドマウンテンって書いてる。で、ゴールドマウンテンのガラクタ、はい、です。これはもうやばい値段になってるチェアですね。そうですね。ちょっとサイト離れるとき怖くありません？あ、怖いです。怖いです。ですよね。怖いよ。だってちゃんとだから離れるときは、長期離れるときは中に入れちゃって、入れて、はい、着締めて。そうです。ですよね。もうこっちもだってえらいことになってるから。で、こういうのはその全部で10万超え。全然いってます、言ってます。カーミットが、はい、僕が買った時は多分3万円ぐらい、はい、で僕も最初本当にあのカーミットチェアを友達に勧められて、うん、3万ぐらいするけどねって言われて、はいはいはい、頭おかしいんじゃないかな。それが気がついたら、本当気がついたらです。気がついたら沼に埋まってた感じ。そう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 。いくらですかこのトータル金額。いや、えぐえぐえ。これがほんまのおしゃれキャンパーさんのする。もう金額見ないで買う。金額見ないで。自分がいいと。怖いですね。怖い。本当に恐ろしいですね。怖い。いやでもこれは価値あるあれなんで。カーミットに、ね、それに。肘掛けにサイドテーブルに伸びたに山の湯。すごいカスタム、やっぱ世界で一つですよね、言うたら。そうっすよね。レザーもね、なんだろう、どんどん経年変化していくし。あ、そうですよね。なんだいい味育てていって。そうっすね。やばいですね。一生もんですよ。もうこれ以上はもうこれ以上いかないです。子供に代々伝えていかなあかん。今までで見た椅子の中で一番高い。えぐい。一番高い。キーちゃんの超えてきた。超えてきた。すごい。はい、そんな感じです。はい、はい、そんなつもりなかったです、最初は。これだけは言いたいです。これだけは言いたい。こんなつもりじゃなかったです。ごめんなさい。
東京アウトドアショーっていうやつがあってイベントがあったんですけど、うん、一度このブースに入るのに抽選だったんですよ。ほう3番に行ってた、それでこれ買えたんですよ。やば引きやば引きがすごい。いやすごい。でこちらのねモビボックス、そうですよね、一時ずっと欲しかったですもんね。吸ってんのが可愛い、めっちゃ可愛い、この柄素敵やわ、すごいな、かっこいい。ボビボックスってそういうのもいいな、あの擦れる楽しみがあるのね。いやここもいかつい、これもだってね結構希少ですよね。そうです、それもイベントで買いました。え外枠かな、それ。いやでもずっと手にあの入んなくて欲しいな、ね、欲しいなと思ってて、で外枠にいらっしゃってたんで、絶対欲しい、絶対欲しい。なんかワンポイントでめっちゃ可愛いもんね、この柄。いいな、外枠いいですね。外枠は当たり会でした、ね、外枠でも結構お金飛んでいきました。そうですね、外枠東京アウトドアショーでお金飛びましたね。遠く見てなんで多分だイベントもねそんな参加しない方がいいんでしょうね。いやでも楽しいですもんね。楽しいですけど代償がね、楽しかった代償が、楽しかった代償が後から物として残りますけど。そうですね、はい、いや素晴らしいね。はい、隣のサイトはどんなだろう。15サイト目は沼キャンさん夫妻のサイトにお邪魔したんですけど、ファイティアオチャンネルとしては初めての関東の方です。そう、初めての関東の方だったんで、すごい珍しいのがいっぱい見れたんで楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またどこかでね出会えたら、またその時はよろしくお願いします。もっと集めておきます。集め、もうレアなを。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お邪魔しました。